どうも、つづきんです。さあ、今回ですけども、家でできるバッティングが良くなるトレーニングについてお話ししていきたいと思います。はい、バッティング練習してるんだけどなかなか打てるようにならないなとかですね、あるいは家でできるバッティングが良くなるトレーニングって何かないかなっていう感じでですね、お探しの方に向けて、場所を問わずにどこでもできるトレーニングをご紹介していきたいと思います。はい、というわけで早速本題に入っていきたいんですけども、その前にですね、なぜ打てないのか、その原因についてちょっと考えてみてください。例えばですね、タイミングが合ってないとか、体が崩れてるとか、あとまあボールが見えてないとか、あとまあバットが出てこない、あとスイングが遅いとか、まあ、スイングが速すぎるとか、まあ、ざっとこんな感じで思いついたんですけども、いかがでしょうか。まあ、他にもね、いくつかあるとは思うんですけども、まとめるとですね、自分のタイミングでスイングができてないっていうのが、まあ、大きな原因だと思うんですね。じゃあ自分のタイミングでスイングできるようになるにはどうしたらいいのかと言いますと、もう答えを言ってしまいますと、まあ、体の軸をぶらさないことです。で、体の軸がぶれてしまうと自分のタイミングでスイングはできません。なのでですね、今からですね、しっかり体の軸を作っていくトレーニングをご紹介していきます。全部で3つあります。1つ目がスクワット、2つ目が股割り、3つ目が腹筋、この3つになっています。で、1つずつ説明して実際にその後でですね、体を動かしていきたいと思います。まずは1つ目のスクワット、スクワットはお尻の筋肉ですね、あと、まあ、その大臀筋や太ももの裏、内転筋といったですね、まあ、体の下半身を鍛えることができるトレーニングです。まあ、バッティングで一番重要なのはこの下半身の力を上半身に伝えることなんですね。なので下半身がフラフラだと体の軸がしっかりできてないので、特にチェンジアップに対応できません。まあ、タイミングが外されたらもう終わりなんですね。なのでまずは体の土台である下半身をしっかり作るためにスクワットがすごい重要です。で、実際にですね、今からスクワットをやっていきたいと思います。ですね、まずですね、足の幅を肩幅より広めに開いてみてください。膝がですね、つま先よりこう前に、横から見るとここにつま先があって膝があるんですけども、これがですね、今からスクワットしていく時にこう膝を曲げていくんですけども、この時に膝がこう前に出てしまわない、このつま先よりも前に出ないことを意識してやってみてください。実際にやってみます。で、腕は組んで、前で組んでも頭の後ろで組んでもどっちでも大丈夫なんですけども、この状態で膝を曲げていきます。で、伸ばす、だいたい 1,2,3 ぐらいで、ここで1回止めて、それからまた 1,2,3 伸ばしていきます。ここから見るとですね、こんな感じで、お尻をこう後ろに突き出すような感じで 1,2,3 この辺まで来たら1秒ぐらいちょっと一瞬止まって、その後にまた伸ばしていく。で、立ち上がった時に完全にこう膝を伸ばしてしまうんじゃなくて、ちょっとこう緩みを持たした状態で2回目また曲げていきます。 1,2,3 1回一瞬キープして 1,2,3 で、また 1,2,3 1,2,3 で、この時にですね、しっかりお尻の裏とかお尻の方とかがこう効いてる感じがあれば大成功です。はい、今のがスクワットになります。で、2つ目の股割り、まあ、スクワットと同じような感じで下半身の筋肉を鍛えるんですけども、より内転筋ですね、体の、太ももの内側の筋肉を鍛える効果があります。まあ、特にですね、打つ時にこう内転筋がしっかり締まってくることでより速い強いスイングができるようになりますので、体の軸をぶらさないためにもすごい内転筋って重要なので、今からですね、また一緒に股割りやっていきたいと思います。じゃあ実際に股割りやっていきたいと思います。足をですね、これぐらい肩幅よりも広めに
まあまあ広めに、開いていただいて、膝を外に向けるような感じで曲げていきます。まあ、お相撲さんの構えみたいな感じで、まあ、守備の時の構えと似たような感じで思っていただいたらいいんですけども、まあ、腕はスクワットと同じように体の前で組みます。でこの状態でだいたい床、太ももと床が平行になるぐらいまで下ろしてきていただいて、この状態でですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 という感じで、スクワットの時みたいに完全にこう立ち上がらなくていいんで、小刻みにリズムよくこう動かしてみてください。その時にですね、この太ももの後ろとかこの内側ですねが効いてる感じがあれば大丈夫です。はい、じゃあ3つ目の腹筋ですね、体の軸となる腹筋です。特にバッティングのこのミートのねポイントで、しっかりお腹に力が入っていることがすごく大事なんですね。まあ、せっかくですねボールをこう芯で捉えたとしても、まあ、この腹筋がうまく使えてないとなかなかボールが飛ばせないです。で腹筋っていうのはこう上と真ん中と下っていう感じで3つに分かれてるので、そのね3つをまんべんなく鍛えるのがおすすめです。ではですね、今から実際にやっていきたいと思います。まずですね、お腹の上の方を鍛える腹筋は、足をこのように三角に立てていただいて寝ます。でこの状態で頭だけを上げてきます。自分のおへそを覗き込むような感じで頭だけをこのようにぐーっと上げていきます。で自分でお腹の上の方を触っていただくと硬くなってくるのが分かると思うので、この状態で腹筋をやっていきます。今のが腹筋の上の部分。今度下の部分ですね。下の部分はこのまま足を伸ばして両足を上に上げていきます。でこの状態から地面、このねベッドにつかないところぐらいまで下ろしてきて、また上げます、下げます。でつかないところまでキープして上げます。まあ、このキープした時にですね、下っ腹の方をこう触っていただくと硬くなっているのが分かると思うので、こうやりながらねどこに効いてるか分かりづらい人はちょっとお腹を触っていただいて、このように動かしてみてください。これが腹筋の下の方になります。で真ん中なんですけども、普通にもう一般的な腹筋でも大丈夫なんですが、結構普通の腹筋をするとですね、腹筋よりもこの後ろの骨盤が痛かったりすると思うんですね。もう腰が痛い、なんかこう骨が当たって腰が痛いっていうことがあるんで、まあ、私がおすすめしてるのはこんな感じでバランスボールを用意してもらって、この上でですね普通に腹筋をすることをおすすめしています。まあ、こういう感じで、バランスボールを使ってですね、この上で腹筋をしていく。普通の腹筋をすると腰が痛いとかいう人はこういうねバランスボールを使って腹筋するのをおすすめしています。はい、というわけで今回は家でできるバッティングが良くなるトレーニングについてお話しさせていただきました。もう一回まとめますと3つありまして、1つ目がスクワット、2つ目が股割り、3つ目が腹筋ということ、この3つになっております。この3つをですねしっかり鍛えて、こうねぶれない体の軸をしっかり作ってバッティングできるように頑張っていきましょう。はい、というわけで今回は家でできるバッティングが良くなるトレーニングについてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の夜7時にお会いしましょう。バイバイ。